さん最後まで、残っていただきどうもありがとうございます、改めまして森谷ドラムスクールの講師の、森谷亮太と申します、今回のこの、8回目の発表会を企画させていただきました。まあ、今回の講師演奏は、こういうちょっとアコースティックスタイルで、やらせてもらおうと思ってまして、まあ、こんな感じの楽しみ方もありますよということを、少しでも見せれたらなと思いまして、今回こんなバンドを作ってみました。我々は幼なじと言います。よろしくお願いします。まあ、割と共通点のない曲を、3曲ほどやらせていただいて、終わりにしたいと思いますので、どうか最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。ドラムスクール森谷森谷割と小心者の集まりなので手拍子などしてもらえたら、幸せな気持ちで演奏ができるのでよろしくお願いします。お願いします。Thank you.
ちょっとサポートしていただいた、こちらのメンバーをちょっと紹介させていただきたいと思います。ギターを弾いてくれてるのは、僕の幼馴染のひさくんです。どうも。楽器を始めたタイミングが、同じ時期でして、こう今回いいきっかけで、一緒にできたなと思います。こちらにいらっしゃるのが、ボーカルのヒカさんです。みんなでお願いします。まあ、彼女は大阪で、ガーベラガールというバンドを、やられてるんですが、すごくね、そうグランプリを取ったりとかする実力派のボーカルで、まあ、彼女の、ライブを見に行かせてもらった時に、すごくこう元気良さそうに歌うところにちょっと惹かれまして、今回ちょっとお手伝いいただきました。はい、ありがとうございます。はい、最初のメンバーグランプリはい、まあ以上の、メンバーで、お届けしたいと思います。じゃあ次の曲に行きます。はい、はい、よろしくお願いします。You're the one.
まあ、早いもので、最後の曲となってしまいました。このバンド、まあ、甲子園奏ということで、まあ、このバンドがね、今後、続くかどうかは、わかりませんけども、まあ、ご要望があれば、いつでも復活したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、最後の曲をやらせてもらって、発表会を終わりにしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。発表会を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。